プロジェクト K。 クト K、 こんにちは、キラーです。今回はですね、こちらです。小島初日です。全です。56の全の全です。そろそろ特大ドデカ満州にぶち当たってもいい頃でしょう。10万州20万州出ちゃってもいい頃でしょう。小島初日、そして今回爆勝ちを遂げて、次回ガチ勝負します。夏なんだから奇跡が起こる気がしてなりません。さあ、ではです、どうぞご覧くださいませ。第一レースです。小島初日、小島で5号艇6号艇1着なんてなかなか出るもんではございません。ただただその分出た時にはものすごくでかかったりする。3号艇もうスタートでこぼこし、スタートでこぼこしていただければ危ないよ。キャビット交代しました。ここは押し切った先頭1号艇の泉、2番詰めた3号艇の古澤、3馬そのセミに乗った4号艇。いや、どうでしょうね、小島初日、一緒にコーナーの世界相当成長、何かが起こる気配は感じております。それがどうなるか、5号艇の5号艇なのかどうか。はい、大事です。頼むよ。5号艇でもいいわけですから、5号艇でもいいですよ。2号艇がねスタートへ込んでいただければチャンスあったりするんですよね。第3レースです。スタート感じですよ。スタート2号艇が入んでいただければちょっとだけ入んでるな。あ、2号艇ちょっとだけ頑張れ。奇跡マキ起こせ。いやあ、やばい、やばい。しっかりと押し切った先頭1号艇の石田剛、さあ2番手の席、うわー、残る号艇大混戦、一緒にコーナーの世界相当成長。高いですよ、5号艇6号艇どっちからも来たら高いですよ。3号艇王がブームを増す。後方から2号艇の4号艇の長井仁王子ホームに帰りました。先頭1号艇石田の後方2番手一歩先行、縛り込むか。3号艇王が龍之介すぐ後方から。第4レース予選競争、大丈夫、インコースから来ますよ。奇跡起こりますよ。ハゲの神様は見てますよ。6号艇スタートイン、もうグイーンってもう大まくりしちゃっていい。2号から2号艇の南の攻め手は3号艇の土井、ヒッハ梅原切り込んでくる。2号艇押しと4号艇の三河で向こう正面です。高校点です。もうダイエットしようしようって思い意識すればするほどお腹が空いてきて、もう目いっぱい食べてしまいました。お腹が張っております。どうしましょう。内側から、内側からアタクちゃん、アタクちゃん。はい、大丈夫です。奇跡が起こりますから。それが小島初日。今のところイン逃げ祭り満州は一歩も出ておりません。ちなみにですが、風速は2メートル、風速は2メートル向かい風。5号艇がまくりきる。その隙を6号艇が突き上がってくる。まだ分からない。6号艇が今のところ一歩も絡んできてない。そういう時は後半戦で6号やばい、来るよ、これ来るよ。頑張れ。隙間を2号艇と4号艇の隙間を6号艇が、さあやっぱ頑張れ、マジで頑張れ。523、420倍、420倍だ。来るよ、来るよ。入った。ほら来た。絶対来るよ。ほら来た。先頭立ったの2号艇の藤田達弘、2番手どうだ5号艇3号艇もつれそう。自販場の3号艇の瀬川はアドゴースに停止、優勢5号艇の小林その後方を縮りました。6号艇の奥田、4号艇の山田、最高峰1号艇の松下で、レースは2周目黒川戦、3番手がクルー、3号艇の瀬川をサース、6号艇の小林サンドガワ。10番手出ていただけませんかね。クレバ高い、めちゃくちゃ高いです。当然のように高い。ここで波を作っておきたい。
ガチ勝負への栄光の駆け足を作っておきたい。まだわからない。本日6号艇が1本も絡んできておりません。今のところ6号艇が1本も絡んできていない。ということは最後の最後に6号艇頭が来るということ。内側から来るということ。お蔵入りにはしたくないですよ。お蔵入りだけはしたくないですよ。もうだけ勘弁してください。6号艇10マッシュだらけ、6号艇10マッシュだらけ。ねえ、夏なんだから奇跡が起きちゃってもいいと思いますよ。夏奇跡、ひと夏の奇跡起きてくれよ。ひと夏の奇跡起こしてください。4号艇が行くと2号艇が5号艇がグイーンっていく。空いた内側を6号艇が突き上がってくる。2号艇と4号艇の隙間を6号艇が突き上がってきて、5号艇がまだ開かない、まだ開かない。ここは押し切った戦闘、後方勢の渡辺英二絞り込め。2番手戦4号艇、5号艇、3号艇、3手戦で、その後方2号艇、鍵と6号艇の大河。一緒にコーナーの世界、佐藤は成長。2番手先行体制、4号艇、藤田後方からやってくる2号艇の鍵。なら、アウトマティック5号艇の古川。さすが3号艇の川上清人。先頭は1号艇、渡辺後方2番手レーサー、分け選抜、E コースから。もう来ればほぼ一発、ほぼ一発プラス出でしょう。ほぼ全部一発でプラス出でしょう。6号艇が来たらもう10万種だけ。奇跡巻き起こせ。ヒハここで使い果たすことに成功しました。次回ガチ勝負でもうとんでもないくらいに爆勝ちします。
で今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。